い、続きまして皇室部課題ですね。5、6年生普通の方の皇室です。こちら書本、この本だと15ページのこれね、普通の皇室部課題っていうやつです。はい、5、6年生書きますよ。こちらもね、大きいです。字がかなり、はい、ではね、書いていこうと思いますが、魚を放流したりして釣りも楽しむ綺麗な川を増やしましょうです。魚という字ですね、はじめね。まずこうやって見て、あ、ちょっとね、ここ段落を開けるようですので、ここ少し開けて、行頭は揃えません、今回はね、ね、魚っていう字が大きいでしょう。放流も大きくて、したりして、下の方にひらがながねつながって出てきますので、ちょっとそのあたりもね注目してください。まず魚という字、こう横に来て、ちょっと下目に来て、こんな感じです。あのキュッと締める字なので、ここキュッと内側に入れてください。で、こういう田みたいな、こう中にね、あの空間のある字は潰さないことが大事ですので、なるべく潰さないように、内側を広くするためには少し丸め、こう丸い感じを意識してください。で、真ん中の線を引くときはやや短めにすると、失敗がないです。さっき折れたからね、ちょっとね、こういうところでね、細かい、ちょっとね、調整が難しい。もうちょっと整えた方が良かったかな。さっきすごい勢いでボキッと折れたんですよ。で、ちょっとね、必ずこう丸くね、先をねしてあげるようにします。で、点の打ち方ですけど、1点目大きめ、2、3、だんだん大きく、4、一番大きくって感じです。これ一番大きいですね。で、こういう感じで左からこういう風にね、こっちだけ1点目だけこっち向き、あとはみんなこっち向きな感じで、だんだん角度が変わってくるような、そんなイメージです。で、少しひらがな小さめにしたいですが、このお手本あまり良くないですよね。でかい、こう、放流、漢字左と右に分かれてるような感じです。左、辺と作り、辺を下げます。こうね、こういうことになるので、上がって、こう、この位置関係ね、一画目を下げるっていうか、一画目よりも上がれるように、その幅分だけ取っとくんです。このね、O を書いた後ね、だからここを下げてあげればいい、これはね。それでここが上に来るでしょ。で、その時このぐらい空いてあげると綺麗に見えますよね。で、こう来て、こう、そう、ここの幅もね、だからこう来たら、ここをしっかりめにしてあげて、の分っていうんだっけ、これ 1,2 って書いて、三角目を縦目な感じでこういうライン持ってきてね、1、入りの位置見てくださいね。ここのね、入り出しですよ。ここじゃないってこと、意外とやりがちですよね。 この長さの、なんて言うんだろう、均等に分けたここから入っちゃうみたいな。いや、ここから結構左側から入って、もうこんなところから入るんですよ、こういうふうに。そうすると結果的にここが余るんですね。この余る部分が大事です。余らせてください。そうするとね、綺麗な感じ。放流、はい、流もそうですよ。三髄来ますけど、それより上に作り側が来ますので、トントンストンって降りて、こうですよね、上です。ここほら、ちょっと上がるぐらいで、こういう風に入れ込んで、三髄の間にね、
1、2、3、ね、このラインホール、はい、ここからここの間にしたりしてっていうのを入れていきます。しです、したりして、なるべく止まらない方がいいです。気脈がね、止まってしまいますので、なるべく続けて描けるように。ただ鉛筆なので転がしながらね描くんですよ。釣りも楽しむ、釣り、これ上から釣り、もう楽しいという字ちょっと大きいですね、感じなので、こういう風にきます。トントン。次はこちらが下に、こちらが上に、言ってる意味わかるかな。こういうラインで少し持ってこれるような、こちら側のこの部分が下がってこないように、 重くならないように。なぜかっていうと、最後この木のこれでね、みんなを乗っけてあげるようなイメージなんですよ。この子がね、重くて下がってるとぶつかるでしょ。ぶつからないように下がってこないでねって言ってるんです。でここからこう左、右、右って書くときのこうスーッと降りるだけでいいです。あんまりふにゃっとするとね、ちょっとこの大きさでふにゃっとやると難しいので、このぐらいでスッと持ってきて、であまり長くなりすぎない、こう V 字ができるぐらいなイメージがいいです。楽しむ、ひらがなです。しむ、むね、下の方にね、こうリュック背負ってるみたいなイメージがいいですよ。このこれね、あんまり上の方にしない。綺麗な木で、木脈のことを言ったので、木からレに行くときっていうのはこっからこう来ますよね。で止まるのはむしろここで OK です。ここまで書いて止まって、まあ直したりこう転がしてみたりってしながらね、調整するならこの位置で、でここから次その気持ちを汲み取ってからこう書き出すこと、それならねいいんですよ。で字の中で止まんないでねってよく言うんですけど、気脈のことを言い出すと、じゃあどこで止まればいいのって話になっちゃうので、その場合は、そこまで行ったなら学習がね、そういう場合は字の中でも止まっていいです。むしろこの気脈が途切れると、続けるのって結構難しいんですよ。ここ、例えばこれのとことかも、木の最後の 1,2,3 って書いてギュって止まっちゃったら、次書き出しどうしても止まったところからまたこういう風に新たになんか始まったような感じがしちゃうじゃないですか。ここをね、こういう風にして、ここからスッとこういう風に来たなら、これ自然ですよね。この自然さってやっぱね、なかなか出せないんですよ、一回止まっちゃうと。ここでだけど、こういう字の途中だった場合は、ここからこうに、あ、来たんだなっていうのは結構ね、作り出せるところではあるので、止まる場所をね、少し考えるといいですよ。綺麗な、いいな、ね、さっきも出ましたね、いいから何に行くところ、自然とこういうの出ますよね。これがね、出てくるといいんです。はい、皮を増やしましょう。皮です。1、2、3、を増やす。増やす、増やし、ちょっと間違えちゃった、入ってない、増やしましょう。そう
あひらがなの連続は、まあ、そこまでまだつなげてないのでこっちのね手本の方もこのぐらいでいいでしょう、ね、さっきちょっと難しいことをこの辺で言いましたけど今あの感じではまだそこまでやんなくても大丈夫です。ただ今後あの近いうちに出てきますのでそういうところを意識しながら今からちょっとできるといいかなと思います。ちょっと先の話ですけどね。はい、あ、そうかそうか、学年ね、さっき5年って書いたので6年にしましょう。小、間違えないでくださいね、小ですよ、小6、6のこの部分はすごい歯ですよね。こうにならないように、これかっこ悪いやつなので、しっかり入れて横、このぐらい横、ほぼね真横に近いぐらいの勢いでこういう風に回してくるようなイメージ、こう回ってきてここに着地するって思ってください。いつもそうですよ。はい、今月もね頑張りましょう。はい、失礼します。